源氏物語源氏物語各条のあらすじ鈴虫。鈴虫は、源氏物語五十四条の巻名の一つ。第三十七条。横笛の並びの巻とされている。巻名は、女三宮と光源氏の歌、おほかたの秋葉、牛と尻に西を振り捨てがたき鈴虫の声を呼び、心もて、草のやどりを糸、へどもなほ鈴虫の声ぞを振りせぬによる。 ただし、当時の鈴虫と、松虫は現在と逆であることに留意が必要である。源氏物語絵巻第38条、鈴虫光源氏50歳の夏から8月中旬までの話。その年の夏、蓮の花の森に、女三の宮の事物の海岸供養が営まれた。飾り付けもすっかり整った御堂で、源氏は、 甘姿の女三の宮に後に残された悲しみを訴えるが、宮はつれなく言葉を返すだけだった。須作院は女三の宮に譲った三条宮に彼女を移らせることを進めるが、源氏はまだ若い妻を手放すのが惜しく、首を縦に振らない。秋には女三の宮の部屋の前提を野の風情に作り変えて、鈴虫などの秋の虫を放した。 虫の音の干渉を口実に、部屋に来ては未練がましく、愛を語る源氏を、宮は迷惑に感じるが、はっきりと口に出せずにいる。8月の十五夜の頃、源氏が、女三の宮のところで事をつまびいていると、蛍兵部境遇や夕霧がやってきて、そのまま還元の縁となる。そこへ、霊前院から、誘いがあり、馳せ参じた、源氏ら一同は、 明け方まで死化還元に今日を尽くす。翌朝秋吉中宮の訪れると、亡き母六条宮洲どころが、今も、もののけとなりさまよっていることを嘆き、出家したいと源氏に漏らす。源氏はこれをいさめ、追善供養をなさるようにと進めるのだった。江戸時代の随筆、甲子屋はにおいて、とにしては、松虫と言えるは、色黒く、鈴虫は赤木を、いへり アズの人は、おほく、そのとな下手が光。いずれかいずれか、そのよしはきまえよとあり、つまり、京都と江戸では、鈴虫とムシの呼び名は逆であると記されている。このことより、K を舞台とする、源氏物語では、鈴虫は、実際にはムシであると推測されている。現在発行されている二千円札の裏の左側に、描かれているのは、 源氏物語絵巻の、鈴虫その2の絵の一部と言葉書きの上部。2000円札では、縦書きの言葉書きの上半分で、カットされているため、文章としては読めない。源氏物語の英訳本、ザ・テール・オブ・源氏において、役者アーサーウェイリーはこの、鈴虫だけ翻訳を抜かしている。理由は不明。ありがとうございます。